ヒスイラン族は東南アジア原産の卵化の族。学名からバンダ族とも呼ぶ。ヒスイラン族は東南アジアを中心に自生し、約60種が知られている。多くの種は樹木に着生する着生植物。茎が長く伸び、葉を模生させる。花は茎の側面から枝を伸ばして一多数をつける。東南アジア原産で洋卵の中でも大抵あまり体幹性は、 強くない。体寒性の強いヒスイランバンダクーローリアで、摂氏5度程度が必要である。ヒスイラン属の種は、カトレアのように、多肉質の偽球形を持たない。茎は長く伸び、稀に分子する。茎は着生する樹皮に沿って伸び、白く太い根を樹皮に張り巡らせて生活している、着生植物。この根は、空気中の水蒸気を吸収する吸水根となっている。 茎先端はやや立ち上がる。葉は茎に沿って二列制し、左右に広がる。葉は細長く、厚く角質で硬い。花形は、茎の先の葉の付け根から出て、単独化、多数の花を創上につける。花は平らに開いて咲く。覆面が、やや大きく発達し、全体に丸っこい花型となる。新弁は三列する。インドから東南アジア、中国南部、ニューギニア、 オーストラリア、ソロモン諸島、フィリピンなどに分布する。日本には尖閣諸島に一種の実を産する。自生地では年間を通して湿度を保てる環境で生活している。温室で栽培される様子、バスケットから根がはみ出ている溶欄として栽培され、四体溶欄には含めないものの、ファレノプシスと共に重要なものとされる。ただし、 大柄でしかも年間を通して高温多湿を要求するため日本本土で栽培する場合は本格的な温室で行うのが望ましく一部小型種を除いては家庭での栽培は難しい一方でフィリピン等の熱帯湿潤な環境では特に何も世話をしないでも育つ本種の特徴として培養土などを一切使わない栽培が行われる 通常の植物を鉢植えする場合、腐食土などを用いて鉢の中に根を埋め込む。しかし、卵化植物の場合、特に着生種を栽培する場合、根が通気を要求し過剰な肥料分を好まないため、水苔などのように肥料分が少なくて通気の良い素材を培養土として用いる。バンダ類の場合は、これが極端であり、バスケット栽培と呼ばれる特殊な栽培法を用いる。 これは、木枠だけの籠状のものにそれ以外は何も入れず、直接に植物を入れ、根を籠めに通して固定するだけというものである。この状態で、通気の良いところにぶら下げ、適に水を与える。植え替えの際も籠から出して枯れた根や茎を整理し、新たな籠に入れるだけである。施肥をする場合はゆっくり水に溶けるような肥料を袋に入れ、茎に結びつけておく。 ありがとうございます。